はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、と一貫です。今回ご紹介するのはですね、僕も結構買っています。デートアライブの時咲くるみ。その時咲くるみが、あでやかな着物をまとった、その名も、原作版、時咲くるみ、あで姿バージョンとなって登場です。はい、ということでね、先日もご案内した、角川さんのフィギュアです。そうです。僕もね、結構最近角川のフィギュアを買ってるんですよ。最近だとリゼロのレムのオイランバージョン。今回買った時咲くるみと似たような感じなんですけどね。こう、二人とも色っぽいというか、着物なのにちょっとこう、はだけた感じでね。うん。いやー、日本っていいですね。で、こちらのフィギュアはスケールが7分の1となってまして、販売価格が税込みの 19,250円となっております。高い結構高いね、これ。まあ、割引価格で買ってはいるんだけど、まあまあいい値段してますよね。ではね、開けていきましょう。はい、いかがでしょうか。まあ予想通りっちゃ予想通りなんだけど、結構肌の色が白いかな。うん、もともとくるみも白いけど、ここまでは白くないよね。前回のリゼロのレムも結構白かったから、やっぱりこう着物に合わせて白くしてるって感じなのかな。ただね、やはり着物の発色が綺麗、この渋い赤が綺麗。前回のレムも赤かったんだけど、レムの場合は明るい赤だったんだよね。でも今回のくるみの着物はちょっと暗めというか渋い感じ、ちょっとね、大人っぽく見えます。で、その白い顔なんですけど、アップで写すとこんな感じ。どうですか、ちょっとこれじゃない感ありますかね。まあくるみの顔なんだけどね。オットアイはおなじみ時計の文字盤になっていて、そこもね、綺麗にプリントされています。正面よりも横側の方がいい感じかな。で、頭にはこれもおなじみヘッドドレスが乗ってます。これ着物でもつけるのね。さすがは時咲くるみ。で、ここは着物らしさ、綺麗な花飾りがついています。レムの時は豪華だったんだけど、まあ、あれはね、オイランだからね。くるみの方はやや落ち着いた感じ、大人っぽくまとめてる感じかな。で、これもね、おなじみくるみのツインテ。ちょっと背景の黒と被って見えづらいかもですが、わかりますかね？これ、左右で長さの違うツインテなんですけど、毛先に向かって赤くなるグラデーション。ここの塗装が綺麗です。で、短い方は銃があるので、ちょっとね、乱れてる感じ。この雰囲気いいですね。で、前髪とか見るとわかりやすいんですけど、結構髪の毛は細く造形されています。そして着物フィギュアなので肌の露出は少ないんですけれども、ここもオイランレムとは違ってお色気はちょっと少なめですね。うん。だが後ろの方は結構いい感じです。うなじ周り、やはりね、着物はここだよね。膨らんだ襟から見えるこのうなじ、僕はね、着物といったらここが一番好きです。で、そのくるみの着物がやはり美しい。すこぶる美しい。やはりね、このフィギュアはこの着物の美しさが売りですね。本当にね、ここは綺麗です。全体的に赤いんですが、濃いめの赤。さらにそれが裾に向かうにつれて濃くなっていきます。裾の方はもうね、黒に近いです。で、きちんとシワに合わせて濃いめにシャドウを吹いているので、立体感も出ています。着物の生地が厚めなのがわかる吹き方です。で、ところどころに花の絵柄がプリントされているんですけど、これは何の花ですかね？ハスですかね？違うかな？でも大体着物の柄ってハスが多いですよね。それにしてもハスだらけです。後ろの方も本当にね、華やかですね。赤いハスの花もあります。色が濃いめの着物なんだけど、この花の柄のおかげでだいぶ鮮やかに見えますね。で、台座にもね、同じように花の柄がプリントされています。真っ黒なツヤのある台座に花の柄が綺麗にプリントされています。で、その台座にちょこんと乗ってる足、裾の間からわずかに見える足なんだけど、ここら辺も和服女性の奥ゆかしさみたいなものを感じますね。で、あと帯なんですが、色は黒っぽいんで、ここもね、落ち着いた印象です。ここもね、帯紐があったり、色々と細かい造形までしっかりされています。
で後ろの結び目なんですが、こんな結び方もあるんですね。なんか中央がここも花のような形になってる。ちょっと黒いんで分かりづらいんだけど、ここもね綺麗に塗装されています。で最後にですね、二丁拳銃、くるみは短銃と歩兵銃を持っているんですが、まずは短銃の方を見てみましょうか。でいきなりにこれね、猫の絵馬があるんですが、何ですかねこれ。これは初詣帰りってことなのかな。うん、ただねこれも鈴がついてたりと細かいです。で銃の方ですが、これもね細かいんだけどしっかりできてますね。ただこれは接着されているようなので外すことはできません。ですが歩兵銃の方はね取り外すことができます。なのでちょっとね外してみましょうか。まずはね頭のパーツを外してから、で銃の方を外します。結構これ簡単に外れます。まあこれもね細かくできてるんですが、ここにもね花飾りがありますね。これはなんかのお祝いなのかな。なんか水引きみたいなものもついてるし、まあ晴れ着ということなので、やはりねお正月なんでしょうかね。はい、ということで角川の時咲くるみアデス型バージョンのレビューは以上となります。うん、着物だね。ザ着物って感じ。前回のレムに比べるとかなり大人っぽいというか落ち着いた印象。赤い着物なんだけど半分黒っぽいからね。髪の毛も黒だし。でちょっとね、じゃあそのレム担当並べてみましょうか。なんと全然違う同じ7分の1スケールなのに大きさが全然違うと、どういうことですかこれ。まあレムがね高桁履いてるんで、まあ、その差もあるんだろうけどってことで、ちょっとね高さ調整をしてみましたが、それでもこの差です。かなりねこれレムの方がでかいです。これがねまあ人気の差なんですかね。くるみも人気あるんですけれども、レムの人気がそれ以上ってことですかね。うん、けどこれねくるみが小さいんじゃなくてレムがでかいんですよ。かなりでかいです。でもこのレムも本当にいいですよ。うん、はい、そして忘れてはいけない今回のカモシ、今回のカモシはレムです。嘘ですバルスということで、今回のカモシは着物です。まあだよね、ここしかないよね。とにかくこの着物が綺麗、シックにまとまってて大人びた印象。くるみに合ってるよねこの着物が。さすがはつなこさんが描かれたイラストをしっかりと仕上げたということでしょうか。これ監修の方もつなこさんがされているようです。ということで今回は以上となるのですが、今後の予定としては時咲くるみ情報としては、同じ角川さんのバニーバージョン、あれねちょっと僕楽しみにしています。あとはキャラアニのチャイナドレスバージョンとか、他にもね白猫バージョンとかいろいろと出る予定なんですけれども、僕としてはアクアマリンのエッチーやつを予約しているので、あれがねちょっと楽しみですね。まあただね YouTube 的にはアウトな感じですが、確かでもあれ10月に延期してるんだよね。うん、ちょっと残念。まあでも劇場版のデートアバレットも公開するし、まだしばらくはデートアライブで楽しめそうです。ではでは今回はこの辺で、また次もフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。